ご覧の皆さん、じきじき花火を見ております。花火見てる地に今見てるシャドウは特急サンバーワード、春から9両編成、この鳥7両編成、飛騨4両編成のうち HC85 系で2両プラス2両、大阪と名古屋と高山を結ぶ特急飛騨、矢部屋と新宮と紀伊勝浦と結ぶ特急南紀と結んでおります。阪急列車で見てる車両は1300系、66系と8300系リニアルとカーボトレーン1308など見ております。花火を今静止している雨雲がかかってましたか。今は大阪市内は晴れだから花火を見ております。煙の影響で雨具は見やすいですね。今やってきた車両は223系12両編成。花火が上がりました。